秋田川から撮影厚見温泉インターチェンジは山形県鶴岡市にある日本海東北自動車道のインターチェンジである。建設中時の箇所は厚みインターチェンジであった。新直轄区間のため料金所は設置されていない。朝日マホロバー IC との間は2013年に朝日厚み道路として事業化されているが開通のめどは立っていない。 山形県道348号厚見川木、野又大岩川線に接続し、厚見温泉トンネルを介して、国道7号、厚見温泉方面に接続する。国道7号へは、県道348号の旧道を使って、大岩川の集落を抜けた方が近いが、こちらは、強烈な生活道路であるため、標識により、厚見地区へ抜けるよう案内されている。 国道7号から大岩川地区への入り口付近には、生活道路につき一般車両の通り抜け、ご遠慮くださいという看板が建てられている。東 IC 伊良川インターチェンジ間には、長大トンネルである厚みトンネルがあり、危険物積載車両の通行が禁止されている。坂田方面へ向かう、当該車両は、鶴岡西インターチェンジまで迂回する必要がある。鶴岡 JCT で接続する。 山形道の 130.1kp を基準にして、その kp に合わせるための暫定 kp。伊良川インターチェンジから先に町内トンネルはないものの、鶴岡西インターチェンジまでは危険物積載車両の通行規制区間に指定されている。途中にある伊良川三世両インターチェンジは、坂田方,方面にのみ接続するハーフインターチェンジとなっているため、 次の一般道出口は、鶴岡西インターチェンジとなる。ありがとうございます。